司法国立音訳版です。デイジーでお聞きになりたい方は、国立中央図書館にお問い合わせください。の司法国立パブリックインフォメーション国立2月20日号第1114号平成28年2016年毎月5日20日発行編集発行 国立市役所政策経営部郵便番号186-8501東京都国立市富士見台2-47-1代表電話042576-2111ファックス042576-0264「市の木イチョウ市の鳥四十から市の色緑色」 死の花、梅。木地。一ページ。城山里の家がオープン1周年。3月20日日曜、イベント開催。国立野菜は地元で採れた新鮮で美味しい野菜です。二ページ。税年金。立川税務署からのお知らせ。税年金。 国民年金係からのお知らせお知らせ第8回国立市市民意識調査にご協力ください税年金市内で事業を営む皆様へ固定資産税消却資産の申告はお済みでしょうか税年金介護保険料の臨時収納相談窓口を開設します 祝日を除く月曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時の間三ページお知らせマイナンバー社会保障税番号制度に関する疑問にお答えしますお知らせ JR 国立駅南口駐車回数券の払い戻しを行っていますお知らせ就職活動に不安をお持ちの皆様へ 健康、健康寿命を伸ばす食事、サクセスフルエイジングを目指して講演会開催。環境、ヤクルト中央研究所周辺の緑道の樹木等が市に寄付されました。お知らせ、平成28年国立市議会第1回定例会開催。イベント、 女性のための就労支援セミナー個別相談会開催。働きたい女性のための準備講座。自分らしい働き方を探そう。お知らせ。平成28年度司法国立及び市ホームページへの掲載広告を募集中。4ページ。お知らせ。食卓員等募集。 ご注意くださいオレオレ詐欺事件が発生しました5ページ「子ども講演会子どもたちに寄り添う虐待・非行・いじめの現場から開催」「子ども2016青少年キャンプ in 日野原春春の山村暮らし体験参加者募集」「健康・ マシはしか風疹三日橋かの予防接種を受けましょうお知らせ国立市ごみ問題審議会市民委員を募集します「防災防犯立川消防フェア2016開催」「子ども・子育て支援コーナー」「お知らせ第3回総合教育会議開催」 お知らせ、八穂駅北口商店会に感謝状が授与されました。防災防犯、平成28年春の火災予防運動、3月1日火曜から7日月曜。6ページ、保険コーナー、がん一次検診。その他の検診及び講座。日曜・祝日の応急診療は、 7ページ「お知らせ7件」「福祉高齢平成27年度高齢者肺炎球菌定期予防接種のご案内」「お知らせ国立市訪問介護員連携研修開催」「みんなの伝言版」「8ページ」「イベント東京大空襲関連平和事業語り継ぐ会」 女性が語る「東京大空襲と戦時下の国たち」開催「子どもコロンビア大使館訪問」「スタディバスツアー・イン・グローバル・カフェ」開催「イベントスポーツ教育講演会」「土壇場で実力を120%発揮するメンタル力親子でできるメンタル教育」開催「イベント 企業者ののための絶対に外せないこれだけは知っておきたい飲食店経営の基本講演会開催3月の相談図書館カレンダー目次終わり城山里の家がオープン1周年3月20日日曜イベント開催。 国立の農の拠点である城山里の家は昨年3月22日にオープンしてから1年を迎えます今まで30回以上の野菜収穫体験や国立野菜のワークショップを開催してきました今後も国立の魅力を皆様にもっと知っていただけるよう市内の農・自然にまつわる情報を発信していきます施設は貸し切り利用・有料もできるほか 空きがある場合は休憩所としてどなたでもご利用いただけます写真が2枚あります1枚目右上に大きな木造の建物の写真があります2階建てで1階は開放的な造りで多くの人が訪れています屋根の上に吹き出しで魅力いっぱい国たちの脳の情報を発信とあります 二枚目は城山里の家の案内板の小さい写真です。写真終わり。場所、略地図があります。JR 八幡駅から南西側、JR 八合江駅から南東側です。丸一、JR 八幡駅八合江駅から徒歩15分。丸二、JR 国立駅南口から立川バス。 国立捜査場または国立泉団地行きに乗車国立郷土文化館下車徒歩7分駐車場はありません3月20日日曜午前11時から午後3時一部10時から1周年記念イベント開催お米ウォーキング午前10時から正午事前申し込み制 JR 八穂駅を出発して米農家を見学し田んぼと用水をウォーキングします精米したての八穂米のお土産付きです八穂米の写真があります定員30名参加費500円事前に城山里の家市役所産業振興課にて集金。野菜と触れ合う写真講座午前10時から午後0時30分 事前申し込み制、取れたて新鮮な野菜を被写体にして撮影のコツを学びます。講師、高橋健一氏、高橋写真。対象、小学生以上。定員15名。持ち物、デジタルカメラ。参加費1000円。野菜、むつ切り写真プリント代。喫茶わいがや、陰、城山里の家。午前11時から午後2時。 公民館でおなじみ、喫茶ワイガヤのコーヒーとジュースが楽しめます。冒険遊び場午前11時から午後3時林の中でロープを使った木登りのほか、木工作、けん玉などの手遊びが体験できます。午後2時からは米ごま、こままし大会などを開催します。タイヤブランコの写真があります。 能ある風景写真の展示午前11時から午後3時これまで城山里の家で行ってきた能体験等の写真を展示します里の家三直広場午前11時から完売時まで国立野菜の直売を行います買い物をされた方に先着順で抽選を行い50名にミニプレゼントをお渡しします 7名の生産産者国立市特産物即売協議会のの皆さんの写真があります古民家で着物音楽会正午から午後1時出演津軽三味線福井和隆氏ソプラノ歌手土田彩香氏春野菜作り体験午後1時から3時事前申し込み制 種まき、苗の植え付けから収穫までを体験します。期間、三月から八月の月二回、全十二回。対象、小学生以上、定員三十名。参加費、十六歳以上、四千円。小中学生、二千円。地場野菜販売店、とれたのによる、国立産のほうれん草を使ったうどんの試食。 午後1時から限定50食郷土文化館による昔遊びコーナー午後1時から3時古民家の庭でけん玉やお手玉などの昔懐かしい遊びが楽しめます各イベントの申し込み方法事前申し込み制のイベントすべて申し込み多数字抽選二参加を希望される方は 3月1日火曜筆着までに城山里の家へ往復はがきまたはメールで丸 ① 希望の体験名丸 ② 参加者全員の氏名・年齢丸 ③ 電話番号丸 ④ 住所を名記の上お申し込みください事前申し込み制の記載のないイベントは当日城山里の家へお越しください問い合わせ 郵便番号、一八六の零零一二。泉後の二十一の二十。城山里の家。電話、五零五の五一九零。第二第四木曜日を除く。メール。S A T O N O I E。アットマーク。C I T Y ドット K U N I T A C H I ドット T O K Y O ドット J P。 国立野菜は地元で採れた新鮮でおいしい野菜です。市内の飲食店などでも味わうことができます。国立の農家さんが育てた野菜を、ぜひ皆さんもご賞味ください。国立野菜のロゴマークが目印です。問い合わせ、産業振興課、農業振興係。地下は税務署からのお知らせ。 問い合わせ相談。立川税務署。立川市緑町四の二。立川地方合同庁舎。電話五二三の一一八一。電話は自動音声にてお受けし。ご要件に応じて担当者がお答えします。機内納入にご協力ください。振替納税が便利です。納税方法のご案内。 振替納税を利用する振替納税は指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる大変便利な制度です。振替納税を新規に利用または依頼内容を変更される方は預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に必要事項を記入し 預貯金通帳に使用している印鑑を押印して確定申告書と一緒に税務署または金融機関へ提出してください平成27年分の所得税及び復興特別所得税の振替日は平成28年4月20日水曜です振替納税を利用している場合は確実に振替納付ができるよう預貯金残額を 振替日前日までにご確認ください。なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。転居等により、所轄の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続きが必要です。丸 ② 現金で納付する現金に納付書を添えて金融機関、日本銀行、歳入代理店、または 住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分の納期限は平成28年3月15日火曜です丸 ③e-tax で納付する自宅などからインターネットを利用して納付できます詳しくは先の タックスホームページ HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.e-TAX.NTA.GO.JP スラッシュ還付金の受け取りは銀行郵便局などへの振り込みをご利用ください還付金の受け取りに預貯金口座への振り込みを利用されますと 指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれ大変便利です。希望される場合はご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか次の点にご注意ください。注意と預貯金口座の口座名義について 還付金の振込に指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称、野号が含まれる場合、振込ができないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。また、旧姓のままの名義である場合には、振込ができませんのでご注意ください。 振込先に指定する金融機関について1銀行等の口座への振り込みを希望する場合原則として銀行信用金庫信用組合労働金庫農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振り込みが可能ですただしインターネット専用銀行については特定の銀行を除いて 完付金の振り込みの可否については取引先のインターネット専用銀行へお問い合わせください。2. ゆうちょ銀行の口座への振り込みを希望する場合確定申告書の還付される税金の受け取り場所欄には貯金通帳の口座の5桁の記号と2桁から8桁の番号をつなげた。 桁桁からのの記記号号番号のみを正確に記載してくださいまた通帳等の再発行番号記号と番号の間に表示される「ハイフン -2」などの枝番は記載しないでください事業者の消費税および地方消費税の確定申告と納付について平成25年分の課税売上高 輸出などの免税取引を含め返品値引き割り戻しの金額を差し引いた金額が1,000万円を超える場合は平成27年分において消費税の課税事業者となり消費税及び地方消費税の確定申告書の提出等が必要となります。また平成25年分の課税売上高が1,000万円以下でも 消費税・課税事業者選択届出書を提出している方または平成26年1月1日から6月30日までの期間の課税売上高が1,000万円を超えた方同期間の1,000万円の判定は給与支払額でもかも平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出等が必要になります。 平成27年分の消費税及び地方消費税の確定申告の提出期限及び納付期限は平成28年3月31日木曜です納税については振替納税がご利用いただけます振替納税を新規に利用される方は平成28年3月31日木曜までに納付書送付依頼書兼 預貯金口座振替依頼書。を税務署へ提出郵送等してください。平成二十七年分の消費税及び地方消費税の振替日は。平成二十八年四月二十五日月曜です。財産債務調書及び国外財産調書の提出について。所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で。 その年分の総所得金額及び三輪所得金額の合計額が2,000万円を超えかつその年の12月31日においてその価格の合計額が3億円以上の財産またはその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は財産債務調書の提出をお願いします。 偽税理士にご注意ください税理士資格のない者が税務相談税務書類の作成税務代理をすることは法律で禁じられていますまた専門的知識が欠けている等のため依頼者が不足の損害を被る恐れがあります偽税理士に依頼するのはやめましょう市役所で確定申告書の仮受付を行います 3月15日火曜まで記入済みの確定申告書を市役所でも仮受付します原則土曜日曜日を除きますただし2月27日土曜と3月12日土曜は受付します確定申告に関するご質問ご相談は立川税務署へ直接お問い合わせくださいまた医療費控除の領収書の返却を希望される方は 直接立川税務署へ提出してください市民年金係からのお知らせ障害年金制度を知っていますか障害年金はがんや糖尿病などの内部疾患により長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった方や精神疾患などの一定基準の支給要件を満たしている方も対象となります 要件次のすべてに該当する方一年金制度加入中に初診日があること初診日が20歳前または60歳から65歳国内に住んでいる方のみの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の対象となります二一定の障害の状態にあること三 保険料納付要件を満たしていること障害年金を受けるためには本人またはご家族による年金の請求手続きが必要です注意障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金・保険障害等級は判断基準が異なるため手帳の交付を受けていても障害年金が受けられないこともありますまた手帳を持っていない場合でも 障害年金を受けることができる場合があります。問い合わせ。障害基礎年金。一号加入期間中が初診日及び。20歳前が初診日の方について。市役所市民課国民年金係。または。立川年金事務所。電話。五二三の零三五二。 障害厚生年金及び3号加入期間中が初心日の方の国民年金について、立川年金事務所、市役所市民課国民年金係にプライバシーに配慮した専門コーナーを設けています。電話でご予約の上、お気軽にご相談ください。直通電話、576-2101 第8回国立市市民意識調査にご協力ください国立市市民意識調査は市民の皆様の意識や日頃の行動などについてお聞かせいただくために毎年実施し今回で8回目を迎えますこの調査の結果は市の政策の達成度を把握するために活用されるとともに今後の取り組みの重点を決めていく大切な基礎資料となります 市内にお住まいの18歳以上の方の中から3000人を無作為抽出し2月中旬に調査票をお送りしています無作為抽出のため昨年度に引き続き対象となる場合がありますがお手元に調査票が届いている皆様につきましては2月27日土曜までにポストへ投函していただけますようご協力をお願いしますなお 調査結果の概要は、市ホームページにて、4月中旬ごろにお知らせします。問い合わせ、政策経営課、政策経営係。市内で事業を営む皆様へ、固定資産税・消却資産の申告はお済みでしょうか。1月1日現在、市内で事業・アパート経営。 事務所店舗等を営む方の消却資産固定資産税の申告期限2月1日が過ぎています税務署への確定申告とは別に国立市にも消却資産の申告をする必要があります確定申告の時期等より早めとなりますのでお急ぎください税理士等をご利用の方は支給消却資産申告書の提出をご依頼ください なお免税店未満課税が発生しないの方で資産の増減がない場合でも申告が必要となります問い合わせ課税か固定資産税係介護保険料の臨時収納相談窓口を解説します平日の納付や相談が難しい方はぜひご利用ください介護保険料を滞納すると 介護サービスを利用する際に保険給付が制限される場合がありますのでご注意ください日時、2月28日日曜午前8時30分から午後5時15分納付場所問い合わせ、高齢者支援課介護保険係祝日を除く月曜日午前9時から正午と金曜日午後2時から5時の間 市役所一階の障害者支援課に手話通訳者がいます。マイナンバー社会保障税番号制度に関する疑問にお答えします。マイナンバーの通知カードおよびマイナンバーカード。個人番号カードについて、市民の皆様の疑問にお答えします。通知カードおよびマイナンバーカードについての詳細は。 平成27年9月20日発行の司法特集号をご覧ください。問い、マイナンバーが記載された通知カードが届きましたがマイナンバーの取り扱いにはどのようなことに注意すればよいですか答えマイナンバーは生涯にわたって利用する番号ですので通知カードの紛失等にご注意くださいまた社会保障税災害対策の分野の手続きのために 国の機関や地方公共団体等に提供する場合を除きむやみに他人に教えないようにしてくださいマイナンバーの通知や利用マイナンバーカードの交付などの手続きで地方公共団体等が口座番号や口座の暗証番号所得や資産の情報家族構成や年金保険の情報などを聞いたり お金やキャッシュカードを要求したりすることはありませんまた ATM の操作をお願いすることもありませんそのような内容の電話、訪問、メールなどには応じないようご注意ください問いマイナンバーカードの取得は義務ですか答えカードの取得は任意であり義務ではありません マイナンバーカードは申請により初回に限り無料で交付されます。問い通知カードを身分証明書として使えますか答え通知カードは一般的な本人確認の手続きにおいて身分証明書として利用することはできません。問い引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった時はどうすればよいですか答え 住所の移動や戸籍の届け出の際には記載内容を変更する必要がありますその際には通知カードまたはマイナンバーカードを担当係までお持ちください問い合わせ市市民課市民課係 JR 国立駅南口駐車回数券の払い戻しを行っています現在 国立市土地開発公社が販売した JR 国立駅南口駐車回数券の払い戻しを行っています。払い戻し期限平成28年3月31日木曜まで受付窓口時間国立市土地開発公社南部地域整備課内平日午前8時30分から午後5時15分手続き方法 未使用の駐車回数券と払い戻し申請書受付窓口または市ホームページにありますを担当係へご提出くださいその際に身分証、運転免許証、保険証などを確認させていただきます払い戻し金は指定の金融機関にご入金しますので金融機関の口座番号が必要となります問い合わせ 国立市では生活困窮者自立支援法に基づき市内に居住する65歳未満の方で就職活動を行う上で不安をお持ちの方に対し次のような支援を行う就労準備支援事業を実施しています。 今まで働いいた経験のない方仕事が続かない方自分の新しい可能性を発見したい方など仕事に対する悩みや不安のある方またそのご家族の方はぜひご相談くださいすぐに就職に結びつかなくても社会人として自立していくための広報支援をします支援内容人付き合いのコツ履歴書の書き方 職種選びの相談ボランティア体験就労体験など日時原則月曜日水曜日の午前10時から午後4時場所市役所福祉会館富士見台2-38-5など実施場所は支援プログラムにより異なります費用無料ただしボランティア体験等で交通費や昼食代が別途かかる場合あり 申し込み資産収入等の要件があります詳しくは担当係へ電話でお問い合わせください。問い合わせ福祉総務課福祉総合相談係福福窓口直通電話572-2111健康寿命を伸ばす食事サクセスフルエイジングを目指して講演会開催参加費無料 生活習慣病は、若い頃からの運動、食事、休養などのライフスタイルが、血管や臓器に影響し発症する病気です。誰でも生活習慣病にかかる可能性はありますが、多くの場合、予防が可能です。生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすため、望ましい適切な栄養の摂取を心がけることの大切さを広く普及するため、講演会を開催します。 日時3月27日日曜午後1時30分から3時30分場所福祉会館4階大ホール富士見台2-38-5講師唐島淳子氏実践女子大学生活科学部食生活科学科臨床栄養管理学研究室専任講師管理栄養士対象市内在住の方定員100名 申込先着順申し込み,し込み2月22日月曜より担当係へ電話にてお申し込みください問い合わせ健康増進課予防推進係保健センター内電話ヤクルト中央研究所周辺の緑道の樹木等が市に寄付されました。ヤホ地域にある 株式会社ヤクルト本社中央研究所が敷地を囲むように刷毛の植生に配慮した樹木を植栽し体験水田に水を入れるための水路を取り入れた緑道を設置しました昨年12月にその樹木や水路円路等を市にご寄付いただき現在広く市民の皆様に利用されています。市では新たな緑を創出し 国立らしい緑環境を次世代に継承していくことに大きく貢献された株式会社ヤクルト本社に佐藤和夫市長から感謝状を贈呈しました写真株式会社ヤクルト本社中央研究所の石川文康所長右と佐藤和夫市長左の写真です写真終わり問い合わせ 環境政策課「花と緑と水の係」「平成28年国立市議会第1回定例会開催」「傍聴できます期間2月25日木曜から3月24日木曜午前10時から予定」「2月27日土曜の本会議では佐藤和夫市長の施政方針表明に対する」 会派代表質問を行う予定です本会議及び常任委員会はどなたでも傍聴できますまたインターネットでも中継生中継・録画します録画配信は3日程度後土曜・日曜・祝日を除くになります問い合わせ議会事務局女性のための就労支援セミナー 個別相談会開催働きたい女性のための準備講座自分らしい働きき方を探そう参加費無料保育付きこのセミナーでは出産育児介護などさまざまな理由で仕事から離れている女性を対象に再就職へ向けたファーストステップとして何をすればよいのかをセミナーとグループワークを交えて講師が分かりやすく解説します。 また希望者には個別相談会を用意しています内容二十年先の未来予想図をイメージして自分の働き方を考えよう主婦モードを切り替えて自分に自信を取り戻そうグループワークで自分の強みや希望を明確にしてみよう個別相談会希望者のみで再就職への不安を取り除こう日時 3月18日金曜セミナー午後1時30分から3時30分個別相談会午後3時30分から1人30分場所福祉会館3階講座室富士見台2-38-5講師川俣恵子氏花丸キャリア総合研究所対象再就職を希望する女性の方 セミナー定員20名、個別相談会定員4名、個別相談会のみの参加はできません。保育定員8名、満1歳以上就学前の幼児が対象。なお、セミナー、個別相談会、保育は申し込み先着順です。申し込み、2月23日火曜午前10時より電話で担当係へお申し込みください。 問い合わせ産業振興課商工観光係平成28年度司法国立及び市ホームページへの掲載広告を募集中司法広告月に2回市内約4万世帯に配布されます掲載料カラー1枠3万5千円白黒1枠2万5千円 6枠まで掲載できます掲載場所3ページまたは5ページ1号分や年間での申し込みもできます「市ホームページバナー広告」トップページの月間ページビュー数は約35万2千です。掲載料トップページ右上1枠2万円。下段1枠1万8千円。 各6枠まで掲載できます掲載場所4月から6月トップページまたは下段7月から市ホームページのリニューアルに伴いバナー広告の掲載場所は下段のみ1枠2万円となる予定です。申し込み3月10日木曜日着までに広告掲載申し込み書 市ホームページからダウンロードできますと広告デザイン案をメールまたはファクスで担当係へお送りください応募多数字は抽選市内事業者優先となります詳しくは担当係へ電話でお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください問い合わせ市聴室広報担当メール k u n i k o h o マーク ドットキ j p。ク宅ン等募集市民の皆さんの知識や経験をぜひ行政の仕事にお貸しください共通事項勤務期間平成28年4月から平成29年3月更新あり 福祉総務課健康管理支援食卓員、三育休大隊教育指導支援課中学校部活動指導員は平成28年4月から平成29年3月更新なし福祉総務課事務食卓員、三育休大隊は4月中旬以降から平成29年3月更新なし 健康増進課保健センター保健師嘱託院3育休大隊は平成28年4月から平成29年3月更新については面接時連絡給食配膳臨時職員は採用日から平成29年3月31日更新あり要件給食配膳臨時職員以外は満65歳未満の方 申し込み、申し込み職種を記載の上、履歴書、写真調布、資格が必要なものは、その資格を証明するものの写しを各期限までに提出してください。選考方法、書類審査の後、面接選考を行います。職宅員等の応募書類は一切返却しません。また、国立市職宅員及び臨時職員の採用目的以外には使用せず、 個人情報として適切に保管処理します。二十三の嘱託員等の募集があります。各職種募集人数に要件資格。勤務内容。報酬賃金交通費支給社会保険加入。勤務時間。勤務場所。期限申し込み方法問い合わせ。の項目が書かれています。 1> 1福祉総務課住居確保給付相談嘱託員1名要件資格社会福祉士または社会福祉主事任用資格の有資格者平成28年4月までに資格取得見込みか勤務内容生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付の相談経理事務など 報酬賃金1670円交通費支給社会保険加入勤務時間週5日1日6時間勤務場所市役所ほか期限申し込み方法問い合わせ3月1日火曜郵送必着持参申し込み福祉総務課庶務係問い合わせ福祉総務課福祉総合相談係 郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-21112福祉総務課事務嘱託員3育休代替1名経理およびパソコン操作ワードエクセルができる方生活保護関連業務のうち生活保護などの庶務事務1430円 交通費支給社会保険加入週5日1日6時間市役所3月1日火曜郵送必着持参福祉総務課庶務係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-21113 福祉総務課臨時福祉給付金事務嘱託員1名パソコン操作ワードエクセルができる方臨時福祉給付金専用窓口における申請受付案内等1430円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間市役所3月1日火曜郵送必着持参福祉総務課 地域福祉推進係。郵便番号一八六の八五零一。富士見台二の四十七の一。電話五七六の二一一一。四。福祉総務課就労支援嘱託員一名。社会福祉士または社会福祉主事任用資格の有資格者で。ハローワーク等での就労支援や。 民間企業等における人材育成部門での実務経験がある方生活保護関連業務のうち非保護者などの就労相談ほか支援業務1670円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間市役所ほか3月1日火曜郵送必着持参申し込み 福祉総務課書務係問い合わせ福祉総務課相談保護係郵便番号一八六の八号零一富士見台二の四十七の一電話五七六の二一一一五福祉総務課健康管理支援食託員三育休代替一名保健師または精神保健福祉士の有資格者で実務経験 精神科病院で看護師や相談員などの経験がある方生活保護関連業務のうち被保護者などの健康管理ほか支援業務1,890円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間市役所ほか3月1日火曜郵送必着持参申し込み福祉総務課庶務係問い合わせ 福祉総務課相談保護係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-21116福祉総務課多重債務相談支援嘱託員1名消費生活専門相談員または社会保険労務士もしくはファイナンシャルプランナーの有資格者で 多重債務や家計相談に関する実務経験がある方社会福祉主事民謡資格有資格者であればなおか生活保護関連業務のうち被保護者などの多重債務相談ほか支援業務1890円交通費支給週3日1日6時間市役所ほか3月1日火曜郵送必着持参 申し込み福祉総務課庶務係問い合わせ福祉総務課相談保護係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-21117地域包括支援センター事務嘱託員1名パソコン操作ワードエクセルができる方地域包括支援センター業務に係る 事務給付管理業務など1,430円交通費支給社会保険加入月曜日から土曜日のうち週5日1日6時間地域包括支援センター市役所内3月1日火曜郵送必着持参高齢者支援課地域包括支援センター市役所内郵便番号186-8501 富士見台2の47の1電話576-21118地域包括支援センター介護支援専門員1名介護支援専門員資格取得見込み者も含むの有資格者介護予防支援業務1890円交通費支給社会保険加入 月曜日から土曜日のうち週5日1日6時間地域包括支援センター市役所内3月1日火曜郵送必着持参高齢者支援課地域包括支援センター市役所内郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-21119 地域包括支援センター管理栄養士嘱託員1名管理栄養士の有資格者訪問栄養相談市民向け栄養講話など介護予防事業全般に係る業務1,890円交通費支給社会保険加入月曜日から土曜日のうち週5日1日6時間地域包括支援センター市役所内 3月1日火曜郵送必着持参高齢者支援課地域包括支援センター市役所内郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-211110高齢者支援課介護保険嘱託員1名介護保険制度に詳しい方介護保険料収納補助 相談業務および一般事務パソコン操作ができる方1,430円交通費支給社会保険加入週5日午前9時から午後5時のうち1日6時間市役所3月1日火曜郵送必着持参高齢者支援課介護保険係郵便番号186-8501富士見台2-47-1 電話 11, 11健康増進課保健センター事務嘱託員1名パソコン操作ワードエクセルができる方健康づくりに関する事務等1,430円交通費支給社会保険加入週5日以内週30時間以内土曜日曜日の勤務もあり保健センター 3月3日木曜郵送筆着時3午前8時30分から午後5時健康増進課保健センター郵便番号186-0003富士見台3-16-5電話5 7 2 6 1 1 1 1十2健康増進課保健センター保健師嘱託員3育休代替1名。 保健師の有資格者母子成人の健診及び健康教室等1,670円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間土曜日曜日の勤務もあり保健センター3月11日金曜郵送筆着持参午前8時30分から午後5時健康増進課保健センター郵便番号186-0003 藤見台3の1 6の5電話五5 7 2六6 1 1 1 1 3健康増進課保健センター保健師看護師臨時職員3名保健師看護師の有資格者母子保険乳幼児子育て成人保険にかかる業務1650円交通費支給週2日程度週20時間未満 保健センター3月11日金曜郵送必着持参午前8時30分から午後5時健康増進課保健センター郵便番号186-0003淵見台3-16-5電話5 7 2 6 1 1 1 1十4教育指導支援課嘱託員特別支援教育指導員12名。 小学校または中学校教員免許の所持者軽度発達障害等のある児童生徒の学習を支援する業務1890円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間ただし春夏冬休みは原則勤務なし私立小中学校3月1日火曜郵送必着持参 教育指指導導支支援援課係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話5 7 6 2 1 1 1 1十5教育指導支援課嘱託員特別支援学級指導員2名小学校または中学校教員免許の所持者特別支援学級の児童生徒の学習および活動を支援する業務 1890円、交通費支給社会保険加入週5日1日6時間ただし春夏冬休みは原則勤務なし私立小学校3月1日火曜郵送必着持参教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-2111 16教育指導支援課嘱託員適応指導教室指導員1名小学校または中学校教員免許の所持者心理的な理由等によって登校できない状態にある児童生徒の学校復帰を支援する業務1,890円交通費支給週3日1日6時間教育センター内適応指導教室 3月1日火曜郵送筆着時3教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話5 7 6 2 1 1 1 1十7教育指導支援課嘱託員教育相談員1名臨床心理士または臨床発達心理士の有資格者 修学前の幼児および学齢児童生徒の教育相談等に関する業務1890円交通費支給週3日1日6時間教育センター内教育相談室3月1日火曜郵送必着持参教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1 電話18教育指導支援課嘱託員スクールソーシャルワーカー1名社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者児童生徒の地域関係機関と連携した相談等に関する業務1890円交通費支給社会保険加入週4日1日7.5時間 学校支援センター3月1日火曜郵送必着持参教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-211119教育指導支援課嘱託員外国語指導助手 ALT1 名 英語を母国語とする外国人および同等の能力を有する方日本人も含むで市ホームページに記載する選考基準5の業務内容の条件を満たす方詳しくは市ホームページをご覧ください私立小中学校の外国語教育に関する指導の補助的業務1890円交通費支給社会保険加入週5日1日6時間ただし 春・夏冬休み及び市教育委員会が指定する日は原則勤務なし年150日程度私立小中学校3月1日火曜郵送必着持参教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-211120 教育指導支援課嘱託員中学校部活動指導員3名体育課の教員免許取得者で学校教育に理解のある方部活動顧問教諭の指導補助等業務1,890円交通費支給週1日から3日1日6時間私立中学校3月1日火曜郵送必着持参教育指導支援課 指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1電話576-211121放課後学習支援教室指導員複数名教員免許所持者教員経験は不問または教員を志望する学生 教員免許取得見込みの方もしくは小学生の学習指導に興味のある方小学生高学年を対象とした放課後学習指導国語算数1,500円交通費支給リーダー教員経験者のみとして採用した場合は1,800円週2日から4日放課後2時間午後3時から5時 指導時1時間打ち合わせ教材準備等1時間春夏冬休みを除く私立小学校2月29日月曜郵送必着持参平成27年度3学期から指導できる方も募集していますのでご連絡ください教育指導支援課指導支援係郵便番号186-8501富士見台2-47-1 電話五七六の零一一一。二十二給食配膳臨時職員一名。給食容器の上げ下ろし等の作業が可能で体力に自信のある方。給食配膳九百七十円交通費支給。給食を実施する日の午前十時四十分から午後二時十分。私立小中学校。三月三日木曜郵送筆着時三。 給食センター郵便番号186-0003富士見台2-47-3電話572-4177公民館事業嘱託員1名社会教育主事司書学芸員のいずれかの有資格者または教員免許所持者 公民館事業の企画運営施設の貸し出し図書室窓口業務等1670円交通費支給社会保険加入週5日6時間程度夜間土曜日曜日の勤務あり公民館課題小論文私が考えるこれからの公民館事業様式自由800字以内を添えて3月8日火曜までに 郵送、筆着持参、公民館郵便番号186-0004中115-1電話572-5141以上のほか募集情報は随時市ホームページ職員採用募集から国立市嘱託員、臨時職員等募集に掲載しますのでご覧ください。 ご注意ください。オレオレ詐欺事件が発生しました。1月に市内在住の男性がオレオレ詐欺により多額の現金を騙し取られる事件が発生しました。身内や知り合いを語って金銭を求めるような電話があった時は、一旦電話を切り、必ず本人の電話番号に電話をかけ直し確認しましょう。不審な電話は、110番、または立川警察署に 速報してください。問い合わせ、立川警察署電話、五二七の零一一零。懇会、子どもたちに寄り添う虐待、非行、いじめの現場から開催。参加費無料。国立市子ども家庭支援ネットワーク連絡会では、弁護士で社会福祉法人カリオン子どもセンター理事長の。 坪井節子氏ををお招きして児童虐待防止の講演会を行います坪井氏はこれまでに困難な境遇にあるたくさんの子どもたちに出会ってきましたがあなたは一人ぼっちじゃないあなたの人生の主人公はあなたと根気強く語りかけて支えてきました地域でできること私たち一人一人ができることを一緒に考えてみませんか日時 3月10日木曜午後6時30分から8時30分場所公民館ホール中1の1 5の1定員70名申し込み先着順申し込み2月22日月曜午前10時より担当窓口へ電話またはファクスにて一講演会名二参加者名振り仮名三電話番号をお知らせください 問い合わせ子育て支援課子ども家庭支援センター電話５７３の０１９２ファクス５７４の５８４１２０１６青少年キャンプイン日野原春春の山村暮らし体験参加者募集東京の山村日野原村の古民家でキャンプを行います自分たちで水事をしたり 豊かな自然の営みに触れたりすると新しい発見があるかもしれませんよ春を感じながら山村の暮らしや自然をみんなで楽しもう日時3月26日土曜27日日曜の一泊二日場所東京都檜原村行ぼ地域の古民家対象小学5年生から中学3年生定員25名申し込み先着順 参加費四千円しバス往復込み申し込み2月23日火曜から3月3日木曜午前9時30分から午後6時に担当窓口へご本人または保護者の方が電話でお申し込みください参加者は3月14日月曜午後6時から行われるキャンプ説明会にご出席ください原則保護者同伴問い合わせ 中央児童館、電話575-3224麻疹・発疹・風疹・三日橋下の予防接種を受けましょうマシン風疹は感染すると高熱や発疹だけでなくまれに脳炎などを引き起こし重い後遺症が残ってしまう場合がありますまた、妊娠中に感染すると胎児に影響を及ぼすこともあります 対象者の方は、体調の良い時に早めに接種を受けてください。対象、下の表の通り。表、平成27年度の対象者。第1期、1歳以上2歳未満。接種期間と回数。1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日までに1回。第2期、小学校就学前の1年間にあたる方。 平成21年4月2日から22年4月1日生まれ平成27年4月1日水曜から28年3月31日木曜までに1回表終わり費用対象者の方が接種期間内に指定医療機関で接種を受ける場合費用は無料です接種期間が過ぎると費用が全額自己負担となります予診票等 予診票等の必要書類は、第一期の対象者の方には、1歳の誕生日前にお送りします。第二期の対象者の方には、4月初旬にお送りしています。接種期間の終了間際は、指定医療機関への予約が集中し、希望する時期に接種を受けられない場合がありますので、早めに指定医療機関へ予約の上、接種を受けてください。 転入等で予診票をお持ちでない方は母子健康手帳を持参の上、健康増進課保険事業係保健センター内へお越しください。問い合わせ健康増進課保険事業係保健センター内電話572-6111国立市ごみ問題審議会市民委員を募集します。 市長の諮問に応じて一般廃棄物等の発生抑制、循環的な利用及び適正な処理、その他循環型社会の形成の推進に関する事項について審議していただきます。募集人数4名、任期平成28年4月より2年間、報酬審議会1回の出席につき9100円、応募資格年6回程度、 平日の市役所会長時間内に開催する審議会に参加できる市内に在住・在勤・在学の方で任期中に市の他の審議会などの委員でない方国立市議会議員及び市職員は除く応募方法任意の用紙に住所・氏名・振り仮名年齢・職業・性別・電話番号ごみに関する活動歴とその内容を明記の上 ごみ減量や資源化についての考えや意見と題した800字以内の小論文書式自由をご提出ください提出期限3月4日金曜まで郵送は当日消印有効ファクス・メールは4日中に受信したもの窓口提出は4日午後5時までに担当係へ提出してください提出された応募書類は返却しません また、個人情報を除き、公開する場合があります。選考結果。3月中旬予定に、応募者全員に選考結果を通知します。問い合わせ。ゴミ減量課清掃係。メール。sec-gomigenryo.city.kunitachi.tokyo.jp 立川消防フェア2016開催立川消防署では市民の皆さんになお一層防火防災に関心を持っていただき知識を深めるきっかけづくりとして立川消防フェアを開催します内容消防体験コーナーはしご車の体験乗車小中学生限定,定定員60名抽選午前9時30分までに会場へ 消消防防隊の消防活動演技など日時3月5日土曜午前9時30分から正午場所東京消防庁第8方面訓練場立川市泉町1156-1立川消防署隣駐車場はありません問い合わせ立川消防署予防課防火管理係電話526-0119 子育て支援コーナー申し込み不要就学前のお子さんと保護者が自由に勤える遊びの広場です。3学期は3月4日金曜で終了です。カンガルー広場対象0歳1歳のお子さんとその保護者場所中央児童館富士見台2-38-5毎週木曜日矢川児童館富士見台4-17-1 毎週木曜日西児童館西1-12-26毎週金曜日地域カンガルー広場対象0歳から5歳のお子さんとその保護者場所東学道東4-28三小高低南西側毎週木曜日北学道北市民プラザ毎週木曜日 本町学堂八歩六千十七一章南側隣接地毎週金曜日南学堂富士見台一の四十七の二十五七章皇帝南西側毎週金曜日時間はいずれも午前十時から十一時三十分問い合わせ中央児童館電話575-3224 矢川児童館電話575-3178西児童館電話575-3060東学童保育所電話575-9684北学童保育所電話572-6146本町学童保育所電話575-6761 南学童保育所電話第3回総合教育会議開催申し込み不要市長の主催で市長と教育委員会とが教育施策について話し合う今年度3回目の総合教育会議を開催します傍聴家議題子どもの貧困対策の推進等について 日時、二月二十三日火曜午後一時から三時予定。場所、市役所三階第四会議室。問い合わせ、教育総務課、教育総務係。八保駅北口商店会に感謝状が授与されました。八保駅北口商店会が、長年中学生の職場体験の受け入れを行ってきた功績が認められ。 東京都青少年治安対策本部及び中学生の職場体験推進協議会から感謝状を授与されました写真感謝状を手にした商店会の内藤哲文さん左と記念品を手にした島野光さんの写真です。写真終わわり問い合わせ産業振興課商工観光係 平成28年春の火災予防運動3月1日火曜から7日月曜この季節は強い風が吹きやすくひとたび火災が発生すると炎症を拡大する危険性が高くなります東京消防庁管内の平成27年中の住宅火災による死者数は69人と前年より2人減少していますが依然として 多くの尊い人命が火災により奪われていますまた平成27年の立川消防署管内では電気関係の火災が多く発生しました日頃から以下のことに気をつけましょうタバコは安全に吸える場所を決め布団やベッドなどで吸わないようにしましょうストーブ周りには燃えやすいものを置かないようにし就寝時は必ず消しましょう コンロの周囲は整理整頓し使用中はその場から絶対に離れないようにしましょう電気コードが物の下敷きになっていたり束ねての使用コンセントの不完全な差し込みコンセントにホコリが溜まっていないかを日頃から点検しましょう問い合わせ立川消防署予防課防火管理係電話526-0119 保健コーナーナ申し込み問い合わせ健康増進課保険事業係予防推進係電話572-6111郵便番号186-0003富士見台3-16-5保険センター内保険センターへ検診等でお越しの際は車での来所はご遠慮くださいがん一時検診 一部有料ですはじめに検診会場が東京都がん検診センターの検診から費用は無料です検診日ごとに検診の種類記号定員の順に読みます検診の対象者は単独の胃がん記号 A が35歳以上でそれ以外はいずれも40歳以上です検診日 4月8日金曜、胃がんあ、胃がん大腸がんい、あ、い、合わせて10名。胃がん肺がんう、胃がん肺がん大腸がんえ、う、え、合わせて40名。4月20日水曜、肺がんお、肺がん大腸がんか、お、か、合わせて10名。 胃がん肺がん気胃がん肺がん大腸がんく気苦合わせて49名4月26日火曜肺がん大腸がんけ胃がん大腸がんこけこ合わせて10名胃がん肺がんさ胃がん肺がん大腸がんしさし合わせて40名 E から C までの対象者は40歳以上毎年4月から翌年3月の間に1回 C で前回がん検診を受診した方は10ヶ月以上の間隔を空ける胃がんはバリウムを飲み X 線検査肺がんは胸部 X 線検査大腸がんは便鮮血検査になります 肺が検検検診の付加検診のあります。核炭検査。下記に該当し希望する方50歳以上でタバコの喫煙指数が600以上の方現在は禁煙しているが過去に喫煙していた方も含む喫煙指数は1日の喫煙本数×喫煙年数例として20本 ×30 年は600。 続いて、乳がん検診です。まず東京都がん検診センターで実施する検診4月19日火曜「す、20名4月27日水曜「せ、20名次に立川市の指定医療機関で受ける検診4月1日金曜から平成29年2月28日火曜まで「そ、 いずれも40歳以上の女性が対象です。2カ年、前年度、未受診の方に1回。費用は、一部自己負担金2000円、生活保護世帯、中国残留法人支援給付世帯の方は無料です。試食診プラスマンモグラフィー検査になります。記号・素で申し込まれた方には、2週間程度で、 受診に必要な書類をお送りしますので、届きましたら、指定医療機関に予約をして受診してください。子宮頸がん検診、申し込み不要です。2月29日月曜まで。20歳以上の女性で、西暦奇数年の1月から3月生まれの方。検診会場は、市内の産婦人科医院、岡産婦人科、内野産婦人科、 河野レディースクリニック。費用は無料です。健康保険証と健康手帳を持参し、市内の産婦人科医院で直接受診してください。西暦偶数年生まれの方は、来年度対象となります。うちの産婦人科のみ、事前に予約が必要です。健康手帳無料の配布は、保健センター・市役所健康増進課、 北市民プラザ、南市民プラザ、福祉会館2階の老人福祉センター名込みで行っていますので、お問い合わせください。申し込み方法子宮頸がん検診以外は、誕生月に関係なく、いつでも申し込みできます。子宮頸がん検診以外は、はがき、一つの検診につきはがき一枚に、 次の事項を記入の上、3月3日木曜筆着で保険事業係・保険センター内へ郵送してください。窓口でも受け付けます。記号・曽は、対象者であれば申し込まれた方全員が受信可能です。抽選はありません。なお、記号・曽は、上記の筆着に関わらず、いつでも受け付けています。 申し込みから二週間程度で必要書類をお送りしますので、ご確認の上、直接指定医療機関へ予約して受診してください。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。前回落選の方を優先します。抽選後の日程変更は応じかねますので、ご了承ください。職場などで受診の機会がある方はご遠慮ください。 はがき表面宛先郵便番号186-0003国立市富士見台3-16-5健康増進課保健事業係保健センター内はがき裏面1がん検診受診希望2氏名ふりがな性別3生年月日年齢4 住所・電話番号日中連絡可能な番号。5希望する検診の記号上記「あ」から「その」いずれか1つ同一種類の検診で検診日が2日のうちどちらでも良い場合は2つの記号といずれもかと記入650歳以上の方で拡短検査を希望する場合表の「尾行」を参照して 喫煙指数〇〇と記入してくださいメールファクスでで申し込みができるようになりましたメールまたはファックスで申し込みをされる方ははがき裏面にある〇2から〇6の必要事項を記載の上件名をがん検診受診希望として下記の保険事業係保険センター内まで送信してください携帯電話スマートフォンからメールを送る場合は 右ののココーードドからのアクセスも可能です QR コードがありますまた市ホームページのがん検診のページからもメールを送ることが可能ですメール g a n k e n s h i n c i t y k u n i t a c h i t o k y o j p f クス 注意事項次の方は受診できません。前回の検診で要精密検査となりまだ精密検査を受診されていない方精密検査で異常のあった方経過観察中の方子宮を全摘出された方子宮頸がん検診のみ 手術後や治療中の方は保険事業係保険センター内にお問い合わせください。その他の検診および講座。保険センター受付時間平日午前8時30分から午後5時。電話572の6111。変ウイルス検診申し込み。 保保事業係、保健センター内へお問いい。合わせください成人栄養保険相談血圧血糖コレステロール中性脂肪が高めの方や日頃からの生活でどのようなことを心がけたらよいのかとお悩みの方管理栄養士保健師が健康についてのご相談に応じます。 ご本人はもちろんご家族の方でもお気軽にご相談ください日時3月2日水曜午前のみ16日水曜午後のみ場所保健センター申し込み電話で保健事業係保健センター内へお申し込みください3月の乳幼児健康審査乳幼児健康審査場所保健センター 富士見台乳児三婦、平成27年11月生まれ1歳6か月児以下歯科平成26年8月生まれ2歳児歯科平成26年2月生まれ3歳児以下歯科平成25年2月生まれいずれも母子健康手帳問診票保険証をお持ちください。 対象者には個別に通知しています。まだ届かない方は、保険事業係、保険センター内へお問い合わせください。ベルカム赤ちゃん教室 A コース参加者募集参加費無料初めてお母さん、お父さんになる皆さん、出産育児について学び、赤ちゃんのいる生活のイメージを膨らませ、 安心しして出産を迎えられるようにに教室に参加しませんか。内容歯科検診出産と育児の準備赤ちゃんと先輩ママとの交流補助動作妊婦体験など日時4月12日火曜18日月曜5月10日火曜14日土曜のいずれも午後場所保健センター対象 原則として初めてお母さんお父さんになる方で出産予定日が平成28年7月8月の方定員先着25組申し込み先着順申し込み電話で保険事業係保険センター内へお申し込みください楽しくスタート離乳食初期講座 離乳食食初期の教室ですす試食もあります日時3月4日金曜午後1時15分から1時45分場所保健センター対象おおむね5か月から6か月のお子さんの保護者定員30組保育はありません申し込み3か月から4か月検診時に申し込み受付を行います。 転入の方、3ヶ月・4ヶ月検診後未受診の方で、離乳食講座を希望される方は、保険事業係・保険センター内へお申し込みください。離乳食フェアのご案内・申し込み不要7ヶ月以降の離乳食の試食や展示を行います。日時、3月4日金曜午前10時30分から11時30分。 午後1時30分から2時30分場所保健センター曜日歯科相談。1歳前後から未就学児の方に歯科健康審査相談を行います予約制です日時3月3日木曜17日木曜場所保健センター申し込み 電話で保険事業係保険センター内へお申し込みください育児相談申し込み不要育児についての栄養や保険の相談を実施します母子健康手帳と1歳未満の方はバスタオルもお持ちください日程場所受付時間を読みます3月4日金曜保険センター 午前十時から十一時と、午後一時十五分から二時十五分。三月二十五日金曜、北市民プラザ、北三の一の一九号棟。午前九時四十五分から十時三十分。一切のための教室、開催、参加費無料。心と体の成長には、親子の愛着や、親の育てる力。 この育つ力が大切です一歳児の成長について地域の保育園にお話を聞きに来ませんか内容計測保健師による講話心と体の発達臨床心理士の清田真由美氏による講話一歳児に必要な甘える力と遊ぶ力生きる力の根っこの部分日時 3月7日月曜午前10時から11時30分場所矢川保育園仮園舎矢六6800-2対象市民の方で1歳ごろ生後10ヶ月から1歳4ヶ月のお子さんと保護者定員10組申し込み先着順保育はありません申し込み2月25日木曜から3月4日金曜に 保険事業係保険センター内へお申し込みください。日曜祝日の応急診療は、以下は休日診療センター富士見台三の十六の六電話五七六の二三四一午前十時から午後四時三十分と午後六時から九時。歯科は桜休日歯科診療所。 藤見台3の1 6の1 7電話5 7 7の0 4 1 8午前10時から午後4時30分受診の際には保険証をお知らせ脳機内納入にご協力を介護保険料後期高齢者医療保険料第8期分と 保育料・学童育成料2月分の納期限は、2月29日月曜です。納入には便利な口座振替をご利用ください。高齢者支援課・介護保険係健康増進課・後期高齢者医療係児童青少年課・保育幼稚園係児童青少年係新70歳 新転入70歳以上の方へシルバーパス3月の交付予定東京都では70歳以上の方を対象としたシルバーパスを申し込みにより発行しています市の臨時交付窓口は次の通りです新しいパスの有効期限は平成28年9月30日金曜です日時3月1日火曜から7日月曜 午前9時30分から午後4時30分、土曜日、曜日は除く。場所、福祉会館1階、藤見台2の38の5。問い合わせ、東京バス協会。電話03、03-5308の6950。69者健康体操、初心者フラダンス教室開催、参加費無料。 高齢者健康体操楽しく動いて生き生き暮らす健康づくりに丸1さわやか健康体操軽体操やレクリエーション的な運動を行います期間4月から平成29年3月日時定員 A 毎月2回木曜日の午前75歳以上の方200名 B 毎月2回 木曜日の午後、六十歳から七十四歳の方百名。対象、市内在住の六十歳以上の方。年齢ごとのグループに応じて、内容が多少異なる場合もあります。丸二、楽々健康体操。椅子に座って行う体操が中心です。立ったままだと、動かしづらい部分が効率的に運動できます。期間、四月から。 平成29年3月、日時定員毎月2回第1第3月曜日の午後100名対象市内在住の60歳以上で座って体力に合った運動をしたい方初心者フラダンス教室踊って心も体もリフレッシュ期間4月から9月日時定員 毎月第1第3金曜日の午後1時から2時30名対象市内在住60歳以上の女性の方初心者で受講されたことのない方健康体操フラダンス教室共通事項場所福祉会館4階大ホール富士見台2-38-5申し込み方法2月25日木曜から 3月7日月曜日曜日を除く午前9時から午後4時30分に直接福祉会館2階事務コーナーへお申し込みください平成28年4月1日時点の年齢でお申し込みください高齢者健康体操の申し込み時には丸 ① 緊急連絡先丸 ② かかりつけの委員名丸 ③ 上院役 丸4平常時の血圧値をご記入いただきますので事前にご準備ください。丸一、爽やか健康体操と二、楽々健康体操の重複の申し込みはできません申し込み多数の場合は抽選申し込みによる個人情報については本事業以外の目的では利用しません問い合わせ 国立市社会福祉協議会総務課健康体操初心者フラダンス教室担当電話春の交通安全講習開催申し込み不要優しさが走るこの町この道路春の全国交通安全運動機関に先立ち下記の通り交通安全講習会を開催します。 日時一3月16日水曜二3月25日金曜いずれも午後7時から8時予定場所一北福祉館北2 1 9 1二治癒士集会所ヤホ7190-4問い合わせ立川国立地区交通安全協会電話 五二二の七二五九。学んで感じて好きになる。福祉の魅力、発見セミナー開催。参加費無料、申し込み不要。このセミナーでは、福祉に関する講演会や。福祉介護体験などを通して。福祉の仕事の魅力などを伝えます。福祉の仕事や幅広く福祉活動に興味関心のある方は。 ぜひお越しください「内容」「一セミナー介護の職場本当のところ」「介護の職場はきついですか?「働きやすいですか?」「何が魅力ですか?」「あなたが考える」「あるいはマスコミの情報などを通してイメージする介護職場はどのようなものでしょうか」「福祉の現場でキャリアを積んだ講師が本当のところをお伝えします」② 介護体験 ガイダンス四その他資格取得方法の説明や福祉の仕事に関するご相談に応じます日時2月27日土曜午後1時から3時30分場所東京 YMCA 医療福祉専門学校2階1213教室富士見台2-35-11定員40名当日先着順 講師、丸1奈良志氏、特別養護老人ホーム文京大塚緑の里施設長二東京 YMCA 医療福祉専門学校教員主催東京都問い合わせ東京 YMCA 医療福祉専門学校電話577-5521 ものづくり商業サービス新展開支援補助金説明会開催参加費無料中小企業庁平成27年度補正予算ものづくり商業サービス新展開支援補助金に関する事業者向け説明会を開催します内容1ものづくり商業サービス新展開支援補助金について1時間。 個別相談1時間日時3月3日木曜午後6時30分から8時30分場所市役所3階第1第2会議室対象市内中小企業小規模事業者定員30名講師多摩信用金庫担当者問題解決プラットフォーム多摩コーディネーター申し込み方法 3月3日木曜正午までに問い合わせ先のホームページから必要事項を入力しお申し込みください。主催多摩信用金庫共催国立市国立市商工会問い合わせ多摩信用金庫価値創造事業部塩見風間中山電話526-7728ホームページ http//www.tamashin.jp//tamapla// 産業振興課商工観光係国立観光案内人のガイドウォーク開催内容滝の川学園礼拝堂にてミニコンサート天満宮 バイリンをめぐり礼拝堂にてミニコンサートフルート海地よ一氏ピアノ海地久美子氏を行います日時3月12日土曜午前10時集合午後3時ごろ解散小雨欠航校庭にて中止の場合は前日午後5時までに連絡します集合場所 JR 矢川駅校庭約5キロ JR 矢川駅滝野川学園記念館見学礼拝堂にて天使のピアノフルート演奏のおもてなし約1時間弁当昼食郷土文化館ヤクルト本社周遊遊歩道古民家城山里の家矢暮天満宮梅林 JR 矢帆駅定員30名申し込み先着順 費用、1人1,500円保険代弁当代資料代ガイド料を含む申し込み方法2月22日月曜より住所氏名年齢電話番号を明記の上ファクスまたはメールにて問い合わせ先へお申し込みください問い合わせ国立市観光まちづくり協会電話574-1199 平日午前10時から午後5時土曜日曜祝日を除くフ f クス5 7 4 1 3 5 1メールアドレス info.kuni machi.jp ホームページ http コロンスラッシュスラッシュ kuni machi.jp スラッシュ 産業振興課商工観光係。平成二十七年度高齢者肺炎球菌定期予防接種のご案内。市では国立市に住所を有し、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を全く受けたことがない方のうち。平成二十七年度に接種対象の方。平成二十七年度に六十五歳、七十歳。 75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳になられる方に高齢者肺炎吸菌定期予防接種を実施しています接種対象の方には平成27年4月初旬に案内ハガキを送付しています対象者で接種を希望される方は3月11日金曜筆着までに 担当係へ52円はがきを郵送するか直接担当係へお申し込みください申し込み問い合わせ郵便番号186-0003富士見台3-16-5健康増進課保険事業係保険センター内電話572-6111 国立市訪問介護員連携研修開催参加費無料市では地域の高齢者の方々からさまざまな力をお借りして支援していく地域包括ケア体制づくりを進めていますその体制強化のため市内で活動している訪問介護員の方または旧ヘルパー2級資格をお持ちで就業されていない方を対象に。 市の地域包括ケア体制と多職種連携を見据えて次の内容で研修及び講義を行いますヘルパーとして活動再開を検討している方はぜひご参加ください内容地域包括ケア体制についてメンタルヘルスとストレスマネジメント日時3月18日金曜午後2時から4時30分場所 市役所3階第1第2会議室講師栃木沙織さん NPO メンタルケア協会ほか定員40名申し込み先着順申し込み2月22日月曜から3月14日月曜に電話で担当係へお申し込みください問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内 みんなの伝言板、市内を拠点とする団体等のイベント催し物に限ります政治・宗教活動・営利目的に関するものは除くこのコーナーの連絡・交渉は当事者間でお願いします親子のリトミック春の体験レッスン日時3月21日月曜祝日午前10時30分から11時場所 ゆりリトミック教室にて対象未就園児の親子費用無料問い合わせ詳しくはゆりリトミック教室ホームページまでボイストレーニング声を出して体の中から元気になろう日時3月8日火曜午後3時から4時講師玉澤明人費用500円場所問い合わせ 東京 y. M. C. A. 西東京センター。電話五七七の六一八一。初心者も大歓迎。リトミック体験。対象。平成二十六年四月二日から。二十七年四月一日生まれ。日時。二月二十三日火曜。午前十時から。四十五分間。場所。 市民芸術小ーホール音楽練習室費用500円問い合わせ「さくらんぼリズム」n「n a t s u k o a l m a d o c o m o n e j p 東京大空襲関連平和事業語り継ぐ会」「女性が語る東京大空襲」と「 戦時下の国たち開催参加費無料第1部紅蓮の記憶8歳の私が火の海に見たものお話二兵春代さん市内在住昭和20年3月10日深夜10万人が命を失った東京大空襲の火の海の中を当時亀戸にお住まいだった二兵春代さんも逃げ惑います8歳の少女の目の前で 人々は燃えながら走り、転んだ子供はその場で燃え尽きていきました。途中、家族とはぐれてしまった二兵さんの命を守ったのは、2> 第2部 B-29 墜落と国たちの十五の暮らしお話、沢康子さん、市内在住昭和20年8月8日、日野の降車砲敵の航空機を撃墜するために地上に設置された火砲で、 撃墜された B29 が八穂村、当時の玉川べりに墜落しましたこれを目撃し、桑畑の中で旧市に一生を得た沢康子さんにその緊迫した状況のほか、十五を守る女性たちの暮らしなどについてお話ししていただきます日時、3月12日土曜午後2時から4時、会場1時30分場所、市役所3階、第1・第2会議室 定員40名申し込み先着順申し込み2月22日月曜より担当係へ電話またはメールで氏名住所電話番号をお知らせください。写真ミニ展示私たちの住む町と戦争昭和19年11月24日から終戦の日まで東京は100回以上の集中爆撃を受け 市街地当時の半分が消失しました警視庁カメラマンの石川光洋氏が撮影した当時の惨状を伝える写真のほか戦時下の国たちの様子を物語る写真などを展示します日時3月23日水曜から31日木曜27日日曜は除く午前8時30分から午後5時最終日は正午まで場所 市役所1階市民ロビー写真東京浅草の中見あたり東京大空襲戦災資料センター提供写真終わり問い合わせ市長室男女平等人権平和担当メール s e c s h i c h o s h i t s u ーク C. I T,、U N I, T A C H、I. T. Y. ドット。K. U. N. I. T. A. C. H. I. ドット。T. O. K. Y. O. ドット J. P.。コロンビア大使館訪問。スタディバスツアーイングローバルカフェ開催。コロンビア大使館の見学や大使館職員との交流を通し。国際理解を深めませんか。政府の治安対策により劇的に変化しているコロンビア。 事前学習ではコロンビアについて学ぶほか一橋大学の留学生と楽しく交流できる時間もあります。一事前学習飲み物貸し付き日時3月28日月曜午前10時から正午予定場所 KF 町角ホール富士見台1の7の1富士見台第一団地1号一1 0 1二 コロンビア大使館訪問日時公邸3月29日火曜午後1時15分市役所集合1時30分出発5時30分市役所で解散予定バスで送迎対象市内在住在学の小学5年生から高校生12とも参加できることが条件です定員20名 小学生中学生高校生各6名から7名程度定員を超える場合は抽選参加費100円事前学習時に集金申し込み3月4日金曜筆着までに往復はがきの往診用裏面に参加を希望される方の氏名振り仮名学年性別住所電話番号を明記の上担当係までお申し込みください。 はがき一枚につき一名、返信用表面にも氏名・住所を明記してください。大使館訪問は、国の情勢等のやむを得ない事情がある場合、中止になることがあります。品川区のコロンビア大使館の写真があります。教祭・ホストファミリー国立問い合わせ児童青少年課・児童青少年係 スポーツ教育講演会土壇場で実力を120%発揮するメンタル力親子でできるメンタル教育開催参加費無料申し込み不要プロ野球のイチロー選手をはじめサッカーの香川選手や水泳の北島選手などのメンタルトレーニングを行ってきた高畑義秀氏を講師に迎え試合や受験などの本番で 実力を発揮する方法や子どもの可能性の引き出し方伸ばし方をスポーツと教育の両面からお話しいただきます日時3月6日日曜午後3時から4時30分場所市民芸術小ーホール富士見台2-48-1講師高畑義秀氏千葉ロッテマリーンズメンタルコーチ直接会場にお越しください。 教国立市体育協会問い合わせ市民総合体育館電話573-4111事業者のための絶対に外せないこれだけは知っておきたい飲食店経営の基本講演会開催参加費無料飲食店開業にあたって丸一店舗物件選定のポイント ② お客さんを呼び込む売れる業態と利益が出る仕組みについて具体的な方法と対策を事例を交えて日本フードアドバイザー協会の遠山慶子氏にお話しいただきます遠山氏は飲食店の現場ができ得る範囲内で最大の結果を出す方法や手段を見出すことに注力し これまでに1000件以上の飲食店の増客増収支援を実施してきました。店舗の業種・業態や立地の特性に見合った戦略立案を得意とし、飲食店オーナーからの信頼も厚く、数多くの成功実績があります。講演後に質問の時間を設けますので、開業にあたって不安に思っていることなどを聞いてみましょう。日時 3月5日土曜午後2時から4時場所市役所3階第1第2会議室講師遠山慶子氏一般社団法人日本フードアドバイザー協会飲食店サポートクラブアドバイザー定員30名申し込み先着順申し込み2月22日月曜午前9時より担当係へ電話にてお申し込みください。 教祭創業支援センター多摩多摩は TAMA 日本政策金融公庫問い合わせ産業振興課商工観光係三月の相談内容日時連絡先場所担当の順に読みます法律女性のための法律相談税務 人権身の上不動産登記法律相続遺言等を書き方交通事故労働年金行政外国人。以上は「予約受付開始2月23日火曜午前8時30分から」「電話か」市役所1階の市民相談コーナー「電話576-2111」。 事前予約定員制です1人1回のみ30分無料ただし人権身の上は1時間ここに読んでいきます法律2日9日16日23日いずれも水曜日午前9時から11時30分弁護士女性のための法律相談18日金曜午前9時から11時30分弁護士税務 3日木曜午午前時分から正税理士人権身の上8日火曜午前10時から正午人権擁護委員不動産10日木曜午前9時30分から正午,午,ら正午,午,ら正午宅建取引協会会員当期法律10日木曜午後2時から4時30分司法書士相続遺言等書き方11日金曜 午午、前時分から正行政交通事故15日火曜午前9時30分から正午弁護士労働年金17日木曜午前10時から正午社会保険労務士行政24日木曜午前10時から正午行政相談委員外国人随時受付英語中国語ハングルほか 次に消費生活相談祝日を除く毎週月曜から金曜午前10時から午後4時「電話576-3201」「市役所生活コミュニティ課消費生活相談コーナー」「ひとり親家庭等女性のための相談は子育て支援課ひとり親女性支援係」「電話576-2111」「予約がいります」 祝日を除く月曜から金曜午前9時から午後4時正午午後1時を除く母子・父子・自立支援員・婦人相談員第2火曜日午後5時から8時第3水曜日午後3時から6時祝日を除く東京都ひとり親福祉協議会専門相談員児童祝日を除く月曜から金曜 立川児童相談所電話523-1321月曜から金曜の午前9時から午後9時土曜日曜祝日は午後5時まで児童相談所センター電話相談電話033366-4152教育祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時 教育相談室電話五七六の二一零九予約がいります。教育相談員対象三歳から十八歳。いじめ相談は電話五七六の二零五零。子ども育児祝日を除く月曜から土曜午前八時三十分から午後五時。子ども家庭支援センター電話五七三の零九六五。 子供発達相談、祝日を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時、発達支援室、電話580-1282、ひまわり相談、少年飛行等と、中国残留法人等支援相談は、市役所福祉総務課、電話576-2111、ここに読みます、ひまわり相談、少年飛行等は、 偶数月の第1金曜日午後1時から3時保護し中国残留法人等支援相談は毎週月火木午前9時から午後5時予約が入ります中国残留法人等支援相談員外中何でも相談8日火曜22日火曜午後1時から3時 公益遮断法人東京都ペストコントロール協会相談員市役所環境政策課環境政策係電話高齢者障害者のための法律相談と暮らしの相談心配事は社会福祉協議会福祉会館1階電話高齢者障害者のための法律相談は 第3金曜日午後2時から4時予約がいります司法書士暮らしの相談心配事は毎週月水木金午前9時30分から正午電話相談は祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時フリーダイヤル0120294201 いずれも民生委員児童委員社会福祉協議会職員外国人のための相談案内事前予約制随時受付市民相談コーナー代表電話042576-2111外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます図書館カレンダー中央図書館 北市民プラザ図書館の3月のお休みは1日8日15日、22日、29日、日、日日8 22 29のいずれも火曜日です。開館時間中央図書館午前9時30分から午後7時土曜日曜祝日は午後5時まで北市民プラザ図書館午前9時30分から午後5時祝日を除く水曜日は午後7時まで。 各分室室の開日・時間を読みます下野保月金午後2時から午後5時南市民プラザ月水木金午後2時から5時私立小中学校春季休業期の3月28日月曜3月30日水曜3月31日木曜は午前10時から午後5時 日午前10時から午後5時青柳水金午後2時から5時東水木日午後2時から5時金土、午前10時から午後5時八歩東水金午後2時から5時月曜日から金曜日の各分室開室日が祝日等と重なった場合はお休みです。 中央図書館電話5 7 6の0 1 6 1北市民プラザ図書館電話5 8 0の7 2 2 0以上で司法国立を終わります制作完了2016年2月音訳編集金子翔子構成藤谷京子制作は国立中央図書館でした。